では次の方どうぞ。よいしょ、アンポルゲンです。まず、ミクルさん恩返しに来ました。恩返し、恩返しに来ました。何ですか恩返しって。水崎さんスダリオ来てないですか。え、スダリオ来てないですか。いや呼んだんだけど、はい、ルキアと会ったら来てしまいそうだって言ってて。あ、来てないですか結局、うん、あ、来てないですか。まあそうなんや、まあ、まあ俺がここでしたい主張っていうのは、まあ、ミクルさんご存知か知らないですけど、僕ちょっとスダリオっていうあの格闘家と喧嘩しまして、だからまあこのまま今から動画を撮って、まあ、こいつの目的が何とか何がしたいんだ話だから俺は、うん、聞いてあげたいと思います。はい、はい、ガリガリじゃねえ豚、お前が豚なだけやろお前。俺が世間的に動画ガリガリやな、お前。俺の方が世間的に体いけてんねん。お前世間的に言うとお前頼む豚やんけ。お前豚がこれ。どうでもいいわ、強いか弱いか。いやいや、お前がガリガリ言うたやろ。お前強いか弱いかのしか言うな。お前の方が強い、お前の方が強いやろな。そらな、だってお前豚やからやろお前。お前が俺と同じ写真やったらお前のことなんかお前カチカチしたらこれ。俺あんな責任やつはね、ゆかりゴロゴロカスのカガリガリのやつだからお前結局何が言いたいのお前。目的何お前、目的何マジで。で、まああいつ目的が分かんなくて、まあ俺にこうすごい DM で絡んできてて、でそれに対して俺は電話をして、あの目的が何か、まあ、聞いたんですけど、まあ、それに答えずに、まあ、すごい粘着質な、まあ、120キロ超えたデブの格闘家で、めちゃくちゃ腹立ってるんで、まあ俺義理人情がないというふうに、まあ、ここ最近朝倉未来さんのことで炎上したんですけど、まあ、ここでちょっとスダリオとブレイキングダウンでやらせてもらって、まあ、個人的には恩返しもさせてもらいたいなと思ってるんで、スダリオをぜひここに呼んでもらえないですか、ブレイキングダウンの舞台に。なんか聞いてないですけど、これ何なんですか。これも聞いてなかったんですか。だいぶ体重差あるよね。体重差あるし、これいやもう体重差あるんですけど、うん、まあ多分50キロぐらいあるんですけど、まあ俺はアビリー選手もやってますし、まあそれもそうやし、まあ何よりこの自分よりちっちゃいやつに対して、まあ自分が体でかくて強いだけで、この舐めた態度が俺ほんまに許せないんで。だからまああいつは自分よりちっちゃいやつも全員ニワトリや言うてるんですけど、まあニワトリの中でもまあこんだけ根性あるニワトリもおるぞと。はい、だから鶏が豚を芝居だろうかなと思ってるんで。でもこれそもそもやるんすか相手。え、だからここに呼んでほしいです。もう逃げれない状態にしてほしいです。それでも俺別に知り合いじゃないんでね、スダリオ選手。いやでもこの間電話したから、もしあれだ電話してみたら。あ、今、うん、この間電話した今オーディション中なんだけどって。そう、試合出ないっていう。そんな面白いことある。スダリオ君からも連絡来て、安保ですけどどうすればいいですかって相談が。ちゃんとギャラ払えばスダリオ出てくるよ。お、インセイさん、アシストしてもらっていいですか。インセイさん、インセイさん、あ、インセイさんお願いします。あ、スダリオのところの会長さん。ちゃんとお金払えばスダリオ出てくる。で、出ます、ブレイキングの出てくれます。全然出る。お願いですか。まあでも試合もし決まるんだったらめちゃめちゃ面白いですね。切られましたね。切られた。切られましたね。電話。切られた。はい。遠征さんから電話してもらえます。遠征さん。小心者の豚が。あ、スピーカーで話してもらえると。スピーカーいけます。スピーカー。今アンポ隣にいるんだけど。スピーカーにいますね。今ブレイキングダウンの前にいるんですけど。はい。俺が言ってはギャラがちゃんと払えば出ることになる。はいはい、そうよね。そうです。3000万から5000万。バカかお前、豚お前、アホかお前、お前頭おかしいんかお前。誰がお前にそんな価値つくのお前。それじゃなかった。お前アホかマジでお前。契約書を作るんで、それだったら怪我しても知らないし、例えば格闘技続けれなくても知らないし、でそういう話は後でになっちゃうけど、さすがに3000万は合ってないんで支払えないですね。もうちょっと交渉しましょう値段。はいはい、じゃ交渉になるから。何が3000万円ね。お願いします。オッケー、はいはい、はい、
お前のどこにそんな話今の前にいるんですよ、スピーカーフォンで。アンポンもいるし、ウリトもいるし、ミクルもいるし。つよし君お疲れ、ありがとうの電話出てくれて。あ、いや、いや今ちょっと家族がいるんで、なんだっけな、アンポの電話をちょっと切ったんですよ。まあでもそれはさ、アンポの電話切ったってな、お前からな、しつこ連絡してきて、お前から連絡してきて、いつもお前、アホかお前、豚が。ブレイキングダウンルールは OK なんですか？ブレイキングダウンルール大丈夫ですか？いや、そこは提案させてもらいたいです。何の提案に言えや、言え。メインはキックルールでいいんですけど、でタックルもなしで、グローブはブレイキングダウンのグローブじゃなくて、しっかりできれば素手がいいんですよ。いいですけど。あばいマジで。まず120キロあってさ、少しこれで頭いかれてるからこいつまで。これ出るんだったらいろいろ脱臼しないと。いや、ちょっと遠征さんちょっとまだ入んないから。オッケーオッケー、ちょっと誰と話したい？黙れ、かかっとこいお前。こっちもやる気じゃん、お前アホか、お前。お前がおると思ってお前ここに来とんの、お前アホ。ブーターがお前かかってこい、こら。何ケツ取るって。ケツ取るってどういうことやん。いや意味が分からへん、どういうことやん。どういうことか言え、どういうことやん。いや、どういうことか言え言ってんの、お前。ほんま会話できんな、お前。パン細胞、お前スインカー作っとけ、アホ。勝手にしとけ。お前赤ちゃんあやしてるお前、ギャーギャー言うてんの抱っこしてくれお前、デブパパ。オッケー、じゃあ次話しようね。オッケー、後で。じゃあまた話し合いしましょう。まあ、いいんじゃないこれ。ちょっと決まりそうもないけど、もしかしたら決まるかもということで。仮に試合決まるかもしれない、エンセンさん代わりにルキアと代わりにフェイスオフやっとるスダリオ選手の保護者ってことで、ガチな方、ガチな顔でフェイスオフだけお願いします。次のブロックを張りください。はい、こんにちは、ご機嫌さんですよ。はい、おい、トンセル来たぞ。線路いねえの、線路いねえの、小田、おい、少年たち、少年たち、少年、少年やめるんだ、少年。やめなさい、やめなさい、もういいんだよ、不良対不良対決だよ。線路いねえの、やめよ。じゃあ一旦座りますか。じゃあ自己紹介お願いします。長野県から来たタクです。で前回の不良100人から1人決めるオーディションに呼んでもらったんですけど、まあ、猫かぶりすぎて自分の実力も出せなくて、でそういう怒りだったりそういうのも全部ぶつけに来ました。で戦いたい相手はカズキングなんですけど、お前な長野の恥なんだよな、おい恥なんだよ、聞いてろ、聞いてろ、聞いてろ、恥なんてよお前。なんだ。お前俺は本気で格闘技今犯罪上がりでやってんだよ。な。そうだ。陰でやってきた。お前よりお前背負ってんもんもあんだよ。じゃあ。おい今やれよ。スパーリングで。じゃあ次の人。どうも玉城です。キックボクシング15戦やってました。どこで試合したんですか？沖縄です。沖縄で、はい、戦績は13勝で、13勝、はい、強いよ俺。どうもミスターコンテスト世界チャンピオンの村松健太です。僕はですね、世界で最もイケメンを選ぶコンテスト世界一になりました。日本大会もだいたい総なめにしてます。俺はもともとね、キックボクシングブレイキング団かけて5ヶ月間必死に頑張ってきました。僕のお父さんは天才キックボクシングって須藤信光、キック4冠、そして全日本副審大会の DNA を引き継いでるんだよ。ち
よ、ミスコン、ミスコンじゃねえよ。お前、ミス、何ミスコン、ミスコン、ミスコンと、ミスコンとやれるやついないの。やろうか。おー、大丈夫よ。じゃあ、極真がいいじゃん。おい、お前そんなひょろいか。お、お、強い強い強い、切り相撲。MMA でやれ。ほら。やれよ。やめんな、ほら。おい。できんのか、お前。おい。やれんのかよ。なんだこれ、お前。やってみろ、今から。面白いですね、こいつ。首相撲からの膝蹴り。面白いですよ。俺はもともとね、和製ディーゼルノイと言われてきました。ミスコ、はい。ひな台。ひな台。面白いですよ。ウリタさんから選ばれました、ひな台。ありがとうございます。素晴らしいでいきます。誰か一回スパーリングしてほしいね、これ。イケメンの隣、失礼します。でスパーで負けたらひな壇ダメだよ。いいよ。よーし。やるか。できますよ今から。はい。これ準備してください。準備してください。ありがとうございます。てめえこの野郎。ビビってんだよお前。よし。ビビってんだ。歩き方が面白いんだ。歩き方がミスコンだ。世界一のウォーキングです。おもろいっすよあいつ。あれ強かったらめっちゃおもろいっすよ。あれ強かったら。でも今シャドウすごかったんだよ。かなり面白かったよね。はい、超来て。意外と進んで。はい、行きまーす。リップ、ほい。あ、そう。ほい。あ、そう。あ、ブレイク。ほい。あ、ブレイク。ブレイク。面白いミスターコン世界一強さも証明します。ウリタさん、皆さん、この機会くれてありがとうございます。もう俺開けてね。皆さん、ぜひ座りたいです。よろしくお願いします。誰かと主役みたいですね。ミスターコンテスト世界一位の村健です。世界1位はね、やっぱり強くないといけないんで、誰でもいいんで、かかってください。もうね、もうやりますよ、やっぱり。どっからもかかってこい。えい。次の方お願いします。あれ、こいつ100人企画で、最後決勝で細川一茶と無制限ラウンドやった、ヨーディ。そんなもんじゃ。ヨーディだよ。マジか、強いな。生物的に強いな。
ずいっすねこれ。本当に勝負してる。あの人を繰り広げて、でそこから傷が癒えたタイミングでただ寝かしておくのもなって、あんだけ激闘したから、あのぜひこういう人使ってやってほしいと思って。 OK です。平野さんどうぞ。よかった。いや細川君がね、あの後すごい躍進してくれて、さらに株が上がってるんでね、あんだけやり合って7ラウンドやったんだっけ。7ラウンドやりましたね多分、はい、お互いの記憶だと何ラウンドと思います。実際互角だったからね、うん、じゃ あの今日試合決めるんで、ティアダンで見てもらって。ヨーディーだよ。あ、ちょちょちょ君、あすごいじゃん、目立ってたね今日。本当ですか。ミスコン、はい、ミスターコン世界、ミスターコン世界 1位でございます。すごいね。早速なんか建国に使われたらしいよ。あの建国ですか。ゲームになるんですか僕。そうなるらしい。めちゃめちゃ嬉しいです。一緒にやる。あ、ぜひ。ミクレさんもやってるんですよね建国。俺もやってるし、はい、なんか今なら俺がもらえるらしいんで。ミクレさんもらえるんですか。うわこれもう早速入れないとじゃないですか。うわ朝倉ミクルもらえる建国、今すぐインストール。じゃあ次のグループは、あの実績豊富な強者の集まりのグループです。どうぞお入りください。腹痛腹痛うぅ腹痛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 慣れて慣れて、はい座って。今日、せめて名前からね。OK、じゃあ、目の前の方から。はい、福岡県から来ました、片山秀吉です。戦歴で言ったら、朝倉未来チャンネルのブレイクダウン番外編で、新潟 VS 福岡の、大将で出て勝ちました。それと、この間のブレイクダウン9の、九州 VS 北関東の時のミドル級で出て、ハイキックで KO して勝ちました。で僕が、やりたい相手ですけど、井上君とやりたいなと思って。どこおるかな。厳しさ分かってる。だから今日強いやつやりたいんだよ。うん、じゃあやろうよ。いいよ、俺バリバリ強いけ。大丈夫、心配せんでも、しっかり KO しちゃうけね。次うっす、こんにちは、タツです。9と、10とオリジナル参加させていただいて、9はビッグバンのチャンピオンと勝って、10は樋口さん推薦の今同じグループいるんですけど、阿部さんに勝って、本戦流れてるんですけど、まあ正直自分はここにスパーリングしに来てるわけじゃなくて本戦出に来てるんですね。まあひな壇のふんずり返ってるやつら、なんか殴り合い自信あるやつ誰かいればバチバチできるかなって、本戦でちょっと自分の戦い見させてもらえれば後悔させないんで。次、もぎだ。最近森って呼ばれてるんで、もぎと森と模擬の違いを見せに来ました。お願いします。まあアウトサイダーの前身になった北九州の地下格闘技天下一武道会という大会があるんですけど、まあ、そこでずっとトップファイターとしてやってて、戦績は24戦23勝22 KO 1敗です。まあ、僕判定1回しかないんで、すごいね、ブレイキングダウンには向いてると思うんで。あ、パッチ小次郎が出てたところで。あ、そうですそうですそうです。雰囲気もあるから試合組みたいな、うん、はい、彼もめちゃめちゃ強いんですよ。全部勝ってるもんね。そうなんだよね。今日はスパーリングできないの。怪我してる。いや、知らないです、大丈夫です。まあ、その今パッと見た感じで
こう新しいやっぱ試合も組んでいかないといけないんで、うん、ブレイキングダウンとしては、うん、っていう点で、まあ、2人は戦績とこう花があるなと見て思うんですけど、でもここでいきなり試合組んでもこう視聴者には伝わりづらいっていうのがあるんで、まあ、この中のグループで2試合してもらって視聴者同士になったら試合組みたいなと思う、うん、試合した人います2人とこのグループの中で。まあ、僕もやりたいですね。あの左の奥の足立区で一瞬殺したよね。君も自己紹介してもらっていいかな。足立区から来ました足立の喧嘩師の和夫です。この前も瞬殺しましたし、地下格闘技17戦17勝14 KO ブレイキングアウトに俺が一番合ってると思うんで、ぜひお願いします。まあ、みんな強いですよね、うん、ここいる人は。このブロックみんな強い。だからここのやっぱ2人を見たいんで、勝者で、その中でも今成績的にも抜けてるのが2人と、うん、試合というかスパーリングできる人決めましょうよ。じゃあタツ選手と片山さん、ああ安倍さん、安倍さんもすごい戦績だけど、こう安倍さんと一番後ろの、あ、はい、あ、どうですか、行けます、はい、はい、じゃあ準備してください。じゃあ二人、あの、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ネタ考えてきます。かなり実力者同士のグループですね、うん、トップレベルだよね。フェンスのとこまで下がる、金網まで下がる。じゃあ行きます。はい、攻める、攻めてるよ。はい、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 1分間の戦いです。バッティングロードを気をつけてください。肘での攻撃です。さあ集中。 OK OK、 いきます。はい、試合決定でやろうぜ。はい、うれっ、あ、それまで、それまで、それまで、今ここは手は出さない。やっと俺の戦いをブレイキングダウンで見せれる。アンポルクヤク君が認めたハードパンチャーって言われてるんで、今まで戦ってきた中で一番パンチがあって、199戦無敗だし、地下では格が全然違う。覚悟しとけ。
じゃあ次のグループお願いします。おい動いてるか。俺とやれ、この野郎。忘れたとは言いさえやな。俺とやれ。忘れたとは言わせねえぞ、この俺と俺の縁があんだろ、この野郎。あ、怖い。今殴ったかんな、この野郎。抑えろ、誰か。こっちもね、こっちもこれ入っちゃったんですか。肩が消しました。肩が消した。ちょっと医療班。ドクター。じゃあ自己紹介お願いします。東京都中央区月島から来ました片岡蓮です。本当は樋口とやりたかったんですけど因縁があってもう決まっちゃったみたいなんで、バチバチに喧嘩できる人とやりたいって。来いよダーゴ。でも俺でやれ。あ？てめえが何て言うんだ。てめえが喧嘩売ってきたんだろ。お前覚えてっか。お前覚えてねえよ。誰だ。覚えてねえな。てめえが喧嘩売ってきたんだ。てめえが売ってきたんだ。リビって忘れてるだけじゃねえの。お前いいよ。ちょっとごめんなさい。俺でやれ。自由にこいつ組んでください。絶対やるんで。マジでいいっすよ。次の次でもできる。できます。いいよ。まず俺のことを思い出せ。名前片岡ね。なんか出禁になったんだって。どこのセキュリティ。十万字です。ちょっとじゃあ聞いとく。次の方。大阪のキングダムから来ましたサップ連合の影山です。誰でもいいんで誰かやらせてください。誰かおるっすか。剣道中は。まあとりあえずじゃあ次の方。毎度お気に大阪奥井道場のゴッドハンド奥井や。あのこの前あのオーディションであの大乱闘の時に俺はなんか知らんけどあの後頭部どつかれた。誰やねん思て。そんなに分からんかったんやけどむちゃくちゃで、後で映像を見たら犯人が分かりました。三河バーグヒロミかよ。俺ヒロミがどこおんねんこれ。おいお前後頭部どつけやがってお前。これ何やこれ。誰の名前出しんだこれ。何やどんくらてめえじゃ俺の先にやつ誰やお前。これ何やお前。おいでおいで。誰お前が出しんだよ。お前どうやお前。話せよ俺。話せよ俺。おらお前ええか話さんかよ。俺は何や俺。おらお前。おいでおいで。おいよ俺。ええ俺。あ何や俺。てめえ。あ何じゃ俺。おいやろやろやらせろ。肩に殴られた三河ばっかりいつまでしちゃる。おいやっとろやっとろ。こいつ芝居でついひろみが言っとろ。おい上等だこいつも。おいやっとろやっとろ。じゃ喧嘩上等だいつも。おいええやっとろ。おいこれ。ここもスパースとなる。おいせっかくだ。おい。反復しないように OK。 はい離れて。はい。一旦検討する。サップさん次お願いします。サップ西成です。今回もちょっとねどつき合いできるやつちょっと喧嘩相手探しに来たんですけど誰か空いてますか。まあ、この中で今ひな壇で空いてるの川島君空いてるんですか。ここで空いてるんですけどちょっとサップさんがあの俺とやりたいって言ってくださってるのをしててめちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい。うん、その前にちょっとひな壇の中でやりたい相手がいて、まあポーランドさんとちょっとやらせていただきたいなと思ってて、っていうのも第5回の時にオーディションで対戦表明してるんですけど、
その時実績がないなの何だの言われて断られちゃって、まあその時言われた言葉がねまだちょっと自分の中でずっと頭に残ってて、はい、俺はねポーランドとやりたいね。なんでお前とやんないといけないの？あ、ここ俺の舞台だから。え、ああ大丈夫大丈夫、まあ、実績あるんだよ。拒否権ねえから。そもそもお前には興味ないんだから。だから拒否権ねえっつってんだよ。ここで俺なんだかんだ実績作ってここまで生き残ってきたんで、そろそろね、あの時の言葉をねちょっと撤回してもらおうかなと思ってて。俺最初5の時はね本当に知らんかったんで、結構まあブチクソ言ってもたっていうところもあったし、だからもう今こういうなんだろう、今までの川島くんのその立ち上げた道もあの尊敬しつつ、ちょっとまあど付き合いできたらいいなって。まあ面白いですね。面白いカードとしては。ぜひやらせていただけるな。じゃあ試合決定で。サップ、後ろのあっちにも通るもんがいるけど誰かいる？僕、まあ、川島君ほど強いかどうか分からんすけど、僕も殴り合い好きで、でサップさんとね、なんかいつか戦うかもしれんなって言われた時に、あ、僕もサップさんのその枠に入ってるんだってちょっと僕嬉しくて、もしサップさんが良ければ僕でお願いしたいんですけど。実験、俺サップレインゴやぞ。一回スパーリングみたい。まあまあまあ、彼はサップさんのところの方なんですね。モールコーツ10代から知っててずっと教えて。めちゃくちゃ強いですか？悪魔王子に勝ってるみたいです。悪魔王子にも勝ってます。めちゃくちゃ強いですか？もし日健くんが勝つことがあったら、うん、サップさん日健くんとってのもありですかね？あ、全然僕はもう誰でも、うん、ほんまどつけてきたらええんで。はい、行きまーす。はい、行くよ。はい、攻めてよ、お互い。はい、ポン。はい、立って。はい、仕掛けよ、仕掛けよ。攻めるよ、お互い。はい、行くよ、はい、オッケー、おい、ストップ。おい、誰でもええぞ、誰でもええぞ、来いよ。てれ触れてやれよ。誰あ誰だ誰や、あれや、誰や、お前やれや。テコンドー全国大会12連覇、サイガ喜左衛門の、弟子のナオです。俺がちょっと推薦したい人を連れてきました。俺に勝ってる男です。多分勝てる人いないんじゃないかな。誰よ、おい、絶対交わんねえ対決しようぜ。おめえみたいなやつぶっ飛ばしたかったんだよ。あいつだ、やめろやめろ。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブでは、オーディションでの裏側、
アプリでしか見られないコンテンツを配信。ブレイキングダウンイレブンを一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウンイレブン本戦は2月18日東京ドームシティ内プリズムホールにて開催。ペーパービュー会場チケット販売情報は近日発表。クローズの監督とか夜明けフィルム第一作オーディション応募開始。お願いします。応募期間は1月11日。詳細は概要欄リンクから。つまんなかったら偉い目に遭わされるんじゃないかと。ブレイキングダウンイレブンは剣獄のほか、オニマルホーム、イシュラ、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。